古代ギリシアのレスリング、正式名称でパレーは、古代ギリシアにおける最も人気のあったスポーツの一つである。相手の肩や背中や尻を地面につけるサブミッションホールドによってギブアップを奪う競技場より相手を押し出すことによって得点となり、3点を選手した方が勝者となる。この形式のレスリングにおいて、 特に重要とされるのが自分の腹部を相手の背中に密着させて相手の首を締めるポジションを取ることである。背中に乗られている側は締めが完全に極まる前に相手の腕を掴んで背中から振り落とすことが求められた。レスリングは紀元前708年にと競争以外で初めてオリンピック競技に採用された。 大会は勝ち抜き形式のトーナメントでただ一人の優勝者が決まるまで行われた。競技場の広さは1プレスローン四方、あるいは1ストレーンまであった。またこの競技は5種競技のうちの一つとしても行われた。レスリングは神話におけるヘラクレスに代表されるような力強さを最も表現する競技であるとみなされていた。クロトンのミロンは古代ギリシアにおける最も有名な。 レスラーの一人である。ある大会では誰も彼に挑みかかろうとしなかったが、彼が競技場に降り立った時足を滑らせて地面に倒れてしまった。それを見た観客は彼が優勝者としてふさわしくないとヤジを飛ばしたが、彼は倒れたのは一度のみであり後二回は倒れねば敗北とは認められないとしてそのヤジを跳ねつけたという。メッセネのレオンティスコスもまた、 チャンピオンとして記録されている。彼は、レスリング技術ではなく、その卓越した指曲げ技術で知られている。彼は失格となる点まで指を曲げることができ2つの大会をこの技術によって優勝している。レスリング選手を描いた墓のレディーフペーレウスと、アタランテのレスリング、ミュンヘンの画家と呼ばれている、坪ボ氏による作品。 アッティカの黒石式アンフォラ、紀元前500から490ルールは以下のようになっていた。ありがとうございます。